チャレンジコースか通常コースか、どっちに行こう。私はチャレンジしたい。こっちじゃなかった。こっちのこの階段を登る。よいしょ。細い細い階段を登っていきます。体調を撮影しながら。そう、生存、みんなの生存過程をね、ちゃんと記録しとかなきゃ。大事だから。大丈夫かみんな。何人かきっといないだろう。おー、狭い。すげえ。冒険です。見てください。ここはインディ・ジョーンズの世界なのでしょうか。先行きたい。あー、隊員の一人が突っかかってます。隊員の叫びで、叫びで次に続く隊員が怖がっている。やばやば、でんぐり返しできないもんね。出てきた出てきた。怖い怖い。5、6、一気に4、5、6をゲットした。それでは先に進もう。こちらをおすすめする。ゴーゴーゴー。ここはしゃがまなくてもいける。海よりの化石だって。海より何？頑張ろう。化石？え、これだって。え、どれのこと言ってんだ。これじゃない？これだ。あ、いた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 。これだ、これ、この写真のやつが。あ、それなんだ。これ邪魔じゃんね、見れないじゃんね。あ、なるほどね。ウリウリを守ってんだね。頭と背中に注意だって。あ、じゃいや、ヘルメットあってよかった。頭と背中に注意。目欲しい子。こんなに細い板を渡っていきます。あ、痛い。背中に注意だった。筋トレになる。よし、行くぞ。暗いです。うーやほい。奥の細い道に到着します。父の声がします。お父の花。これがお父の花です。次の国です。なぜかお金が、お金が備えられてます。お次の国。結構急な階段を登る。結構急な。ビーナス、次ビーナスですね。ビーナスを登ります。よいしょ。今13まで来ました。先導してくる。龍の滝です。係のものですか。そうです。はい、行きます。行ったらまた戻ってきてください。戻る。そうです。ぐるっと回って戻る。13。何これ。あ、なんか降ってきてないか。蜂の巣。こうか。言われてみれば蜂の巣かな。ここ行ったら秋だったら19はまだ。なるほど。こっちにも道があるけど、こちらにお進みください。次14。17、16、14、15。パラダイス。あ、パラダイス。パラダイスはなんだ。そう、パラダイス。無限定場が、どこまであるかわからない。
天井。無限天井。無限に続いてる。いいね。いいね。エモいエモい。17に突入してみようと思います。行くぞ。おっと、奈落の底への滑り台。ヘルメットしててよかった。おお、水元。ウォーターです、ウォーター。ツバメの巣天井。さっき蜂の巣天井だったっけ、何が違うの。はい、助ける、今行くぞ。最初甲府が広で、うん、広で俺もこれ大丈夫ですか。銀爆坂20に行くぞ。あ、夢の天国だって。天国？やっぱり夢じゃないように変えた方がいいよこれ。あ、そういう意味だったのか。星の鏡から解放されるよって。夢の御殿。夢の御殿。ね、ここ夢スポットらしい。お気をつけてな。足元注意。お気をつけ。おお。夢じゃねえ。夢見坂。あ、って。頭上に気をつけられない。てかサンダルで来なくてよかった。これサンダルやね。あれ、これもう出口が近いかも。このまま進んでね。あ、このまま進んでね。このまま進んでね。な、何をモチーフ、何をモチーフにしてるの。どういうこと。この岩かな。また下りますね。かなり足場が悪い。やばいやばい。リン、セーリン堂。セーリン堂。痛い。ここに。よかった、ヘルメットかぶってて。これ動画映え。うわ。急水滝。ウォーターストップ。えっ、あああと一息。おお、おかえりなさい。お疲れ様でした。おお、鍾乳洞攻略した。生存だ。カレー食べるぞ。こうして小日向唯衣とレジェラーは無事鍾乳洞からの生還を果たし、美味しいカレーを食べることができたのであった。たとえこの先どんな困難が待ち受けようとも、私たちは鍾乳洞という名の人生の穴を抜け出すことができると信じている。めっちゃ曇る。終わり。